私の名はルートヴィッヒ・シュレフリ、スイス人の幾何学者だ。私は19世紀から来たのだが、これから君たちに第四の次元の扉を開いてみせよう。妄想に聞こえても心配はいらない。私は高い次元の空間が実際に存在し、その空間の幾何学が研究できることを初めて理解した人間の一人だったのだ。平面世界に住む平らな生き物にも三次元の多面体を理解できるのだ。我々に四次元空間の多面体が理解できないはずはないだろう。私の主な貢献の一つは、四次元空間のすべての正多面体を記述したことだ。第四の次元とは何だろうか。これについてはたくさんの本が書かれている。SF 作家は第四の次元を大喜びで書いている。これから黒板を使って説明しよう。後でわかるが、この黒板にはちょっと仕掛けがある。重要なことは、我々が住んでいるこの世界から離れることにして、視覚も感覚も直接は使えない新しい世界を想像する準備をしておくことだ。前に話したトカゲのように賢くなければならない。私はこれから展望台の上に登るが、残念ながらこの展望台は君たちには見えない。登ったら展望台から見えるものを君たちに説明しよう。その前に黒板に一本の直線を描こう。原点に印をつけよう。この直線上の各点は原点からの距離で定まっている。原点の左側ならばマイナスがつき、原点の右側ならばプラスがつく。普通この数値は X で表され、横座標と呼ばれる。直線上の点の位置は一つの数で表されるから、直線は一次元であるという。さて、最初の軸に垂直に2番目の軸を描こう。今度は黒板上の点は普通 XY と書く2つの数で完全に定まる。横座標と縦座標だ。だから平面は2次元だということになる。直線上の生き物にそいつが知らない平面の点とは何かを説明しなければならなくなったら、単に平面の点とは2つの数の組だと言えばよい。第三の次元に行ってみよう。このチョークは空気中にも描けるから、2つの軸に対して垂直に第三の軸を描こう。空間の点は3つの数 XYZ で表される。我々の世界に興味を持つトカゲには、空間の点とは3つの数の組だと言ってやればよいのだ。第四の次元に向かって進もう。第四の軸を三つの軸に垂直に描こうとしてみるのだが、それは不可能だ。何か違うことをしなければならない。もちろん単に四次元空間の点は四つの数の組 XYZT に他ならないということもできるが、これはあまり役に立たない。難しいけれども、四次元空間の幾何の感覚をつかむ努力をしよう。それを理解する最初の方法は類推していくことだ。ここに線分があり、正三角形があって、そして四面体がある。魔法の黒板は空間にも図形が描ける。四次元にはどのように続けられるだろうか。線分、三角形、四面体はそれぞれ2個、3個、4個の頂点を持っている。だから
5つの頂点を持つものを考えよう。さあやってみよう。線分三角形四面体については2つの頂点の組に対しそれらを結ぶ辺がある。だから5つの頂点の2つずつを辺で結ばなければならない。辺の数を数えよう。1本、2本、3本、4本、5本、6本、7本、8本、9本、10本。四面体では頂点の3つの組に対して三角形の面がある。同じように進めよう。そうすると面の数は2個、3個、10個だ。だが類推を進めるなら頂点の4つの組に対して四面体の面も加えなければならない。それらは5個ある。これでよい。4次元の図形が出来上がった。これを単体と呼ぼう。四面体を回転させたようにこれを少し回転させてみよう。もちろん単体は4次元の空間で回転していると想像しなければならない。見えているのはただ黒板への遮影だけだ。少し複雑なのはその面が入れ子になって交わったりすることだ。そうだね、4次元が見えるようになるためには少し経験が必要だ。この4次元の単体を運動させて我々の3次元空間に徐々に交わらせることができる。ヤモリが多角形が現れたり消えたりするのを見ていたのと同じように3次元の多面体が現れて形を変えて消えていくのが見える。これが単体が我々の3次元空間を通過する様子だ。他の4次元多面体が我々の3次元空間を通過する様子をお見せしよう。これは超立方体だ。線分から始まり正方形、立方体と続くものの一族だ。これでわかるだろうが、断面から図形の形をつかむという方法は結構難しいのだ。私は二重面体と十二面体の類似物を発見した。それらは難しい名前を持っているが、それらの三次元の面の数は120と600だから、単に120方体、600方体と呼ぶことにしよう。120方体が我々の空間を通り過ぎるのを見てごらん。そしてこれが600方体だ。4次元の多面体が600個の面を持つというのは3次元の面が600個あるということだ。これら600個の面は四面体だ。120方体については120個の12面体の面を持っている。これらの方体の形は後でもっとよくわかるようになる。これらの4次元の図形を我々の3次元の目で見るには、それらの影に注目することもできる。図形は4次元空間にあるが、それらを我々の3次元空間に遮影できるのだ。それは画家が風景をキャンバスに投影するのとちょうど同じだ。単体についてはもうやってみたことだ。これは超立方体だ。超立方体が空間で回っている。そのおかげで細かいところまでよくわかる。超立方体は16個の頂点を持つこともわかる。新しいのが出てきた。私が発見した美しい図形だ。24方体と呼ばれる図形で、3次元空間には類似物が全くないものだ。それは本当に4次元的図形だ。
私はこの発見をとても誇りに思っている。どんなに素晴らしいか見てごらん。24個の頂点、96本の辺、96個の三角形、24個の八面体からできている。驚くべき包帯だ。これが壮麗な120包帯の影だ。複雑な壮麗さというものだ。内側に入り込んでその構造を見てみよう。見てごらん。600個の頂点、1200本の辺、4本の辺が頂点から出ている。完全に対称な構造だ。すべての頂点、すべての辺が同じ役割を演じている。しかし遮影で対称性が壊れてしまっている。想像力を働かせよう。四次元空間の図形で頂点同士、辺同士が回転からなる巨大な群で入れ替わるようなものを想像してみたまえ。王者というべき図形は600包帯だ。720本の辺と120個の頂点があり、巨大な高分子のようだ。頂点からは12本の辺が出ている。我々の四次元の多面体の探検はこれで終わりではない。四次元の多面体のステレオグラフ遮影を使えばもっとよく図形の形がわかるに違いないからだ。